皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。小学校6年生の算数円の面積、今回は円の面積の利用の2回目です。前回と同じように、図が書いてあって、で斜線部分の面積を求めるんですけれど、ちょっと工夫した計算方法、これを紹介したいと思います。この計算方法、別にね、無理にこの計算方法で解かなくてもいいんですけれど、こういう方法があるよということだけ覚えておいてください。では始めます。斜線部分の面積を求めましょう。括弧1、これ半径10センチの円があって、その中に直径16センチの円が入っています。そして斜線が引いているのは重なっていない部分ですね。ここに青い斜線が引いてあります。求め方はこの大きな円から内側に入っている部分の円、これを引いてあげたら青い部分の面積、これが残りますね。大きな円、半径10センチですから、 10×10×3.14、 ね、半径かける半径かける3.14、これが円の面積の計算方法でしたね。それから内側には直径16センチの円が入っています。これ直径ですから、半径はその半分、16の半分の8ですね。ですからここから 8×8×3.14、 これを引いていきます。そうするとこれ 100×3.14 引く 64×3.14、こうなりますよね。これこのまま計算してもいいんですけれど、ちょっと考え方として別の方法を紹介していきます。この 100×3.14 というのは 3.14100 個分ですよと、こう考えます。そして 64×3.14 は 3.14 64個分ですよと、ね、3.14100 個分から64個分取っちゃいましょう。こう考えると100個から64個取っちゃいましょうと、ね、こう考えてください。そうすると 100-64 括弧閉じてかける 3.14 と、こういう式ができますよね。これは 36×3.14、 つまり 3.14 が36個分になります。こういうことです。これを計算すると 113.04 となって、面積 113.04 平方センチメートルと、こうやって求めることができるわけです、ね、別にね、無理にこう計算しなくても構いません。普通に計算してやった方がいいという人は、間違いないという人はそちらで計算してください。ただこういう考え方もあるよということだけここで紹介しておきます。括弧2番です。一辺が10センチの正方形の中に、ね、円の一部分が4つ入っています。正方形ですからここ90度になりますよね。90度ということはこれ円の4分の1だということが分かります。円の4分の1が 1,2,3,4 4つ集まったら円が1つ分になりますよね。こんな風になってますよね。これ全部90度、この部分をここ、これがここに来て、これがここと、円一つ分になりますから、この青い斜線部分の面積は正方形から円1個分の面積引けばいいって、こういうことが分かりますよね。ですからこの青い斜線部分の面積は正方形、一辺かける一辺ですから 10×10 引く、ここでは半径は10の半分で5センチですね。5センチです。ですから 5×5×3.14 を引きます。計算すると100-78.5 と 21.5 となるので、この斜線部分の面積は 21.5 平方センチメートルと、
このように計算できるわけです。括弧3番に行きます。ここでは半円がね、いくつも書いてあります。いくつもって3つしかないんですけど、ね、3つ書いてあります。大きな半円、その中に小さな、中くらいの半円、そしてここに一番ちっちゃい半円、これがあります。青い斜線は、ここの部分とここの部分に引いてありますよね。どうやって計算したらいいかというと、この大きな半円とこのちっちゃな半円を足してあげて、内側にあるこの直径4センチの半円を引いてあげればいい、取っちゃえばいいと、こうすれば計算できるということが分かりますね。では大きな半円ね、半円ですから、これは円1つ分を2で割ってやればいいんですよね。この大きな半円の半径3センチですから、 3×3×3.14 半円ですから、割る2と、これに一番ちっちゃな半円を足してあげます。直径2センチですから半径1ですよね。ということは 1×1×3.14 割る2と、これからこの直径4センチの半円の部分を引いてあげます。直径4センチですから半径は2センチですね。つまり 2×2×3.14 割る2を引いてあげます。さてここでね、このまま計算しても構わないんですけれど、この一番でやったような方法ちょっと考えてみますね。これ 9×3.14 割る2足す 1×3.14 割る2引く 4×3.14 割る2と、こうなります。 3.14 割る2が9個あって、 3.14 割る2をさらに1個分足して、そこから 3.14 割る2を4個分引いてあげると、こう考えると 3.14 割る2が9個あって、それに1個分足してあげて、それから4個分を引いてあげると、こんなような式になりますよね。かける 3.14 割る2と、こうなります。9足す1は10です。10引く4は6ですから、これは 6×3.14 割る2となりますよね。6割る2を先に計算しちゃいましょうかね。そうすると6割る2を先に計算すると3ですよね。ですから 3×3.14 となって、これは 9.42、 こう出てきますから、この青い斜線の部分の面積は 9.42 平方センチメートルと、こうやって計算できるわけです。今日紹介したこの計算法、別に無理にやる方法はないんですけれど、あ、こういう計算方法があるんだなということだけ覚えておいてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。